香川県道21号丸亀竹馬と余浜線は、香川県丸亀市から、観音寺市へ至る県道である。香川県道のうちで最長、また、県内で最初の道門がある。津島神社丸亀市街をやや東に外れた、河原家町が起点である。そこから北へ向かって、土井町交差点から四車線となり西へと向かう。 丸亀市街を折れ曲がりながら進み天満町二丁目交差点より、JR 予算線を、古戦橋でまたぎ、寒木浜街道と合流する。宮の全交差点から片側に、歩道のある二車線の道が続くが、道庁海岸寺役員付近より歩道がなくなり、二車線はあるものの崖と、JR 予算線あるいは海に挟まれた狭い区間となる。予讃線乗り越しの前後は、 急なクランクカーブとなっており、走行に注意を必要とする。多土津町宮の全交差点から、道町見立てまでの 2.8km の区間が、平成20年代半ばの完成を目指して、バイパス工事中である。見立てから、津島神社を越え、水戸吉拓間駅付近まではバイパスが4車線、強要されている。拓間から終点までは度重なるバイパス工事により、 左折の多いルートとなっている。拓間駅付近では、バイパスと、旧道、連絡路が複雑に存在している。バイパスは、拓間駅の前から西に折れた熊大橋を渡り、佐抜浜街道と別れ高瀬川沿いを、少し上流方向へ進み的場橋の西端で、別線 A に合流する。別線 A は、予算線を挟んで、東側の山沿いをバイパスに並走し、 水戸吉拓磨町松崎で西に折れた後、コンクリートアーチ橋の的場橋を渡って、バイパスと合流する。的場橋から西に進み、潮出山へと向かう市道と Y 字型に分岐すると、ここから、カレー峠への上り坂が始まる。この峠の頂上で、水戸吉仁王町に入る。かつては、カレー水道を経由したが、曲線改良で、 トンネルのない切り取り区間の道に付け替えられた。峠越えが終わると、旧仁王町の中心部に入るが、仁王小学校西から仁王郵便局前までの区間は、道幅が急に狭くなる。仁王郵便局前で南に曲がると、佐抜浜街道と合流し、海沿いの景色の良い区間となる。仁王町仁王天皇から、観音寺室。 本町大横までの大滝道門を含む 4.5km の区間は、大雨、または、高波の際に通行規制がかけられる。観音寺市の室本町で旧道と Y 字型に分岐し、丸山神社の東側を経由する。高谷町で右に折れ、埼玉側にぶつかり、右岸を進むと三連の白いアーチを持つ三加橋が、見えてくる。 三加橋を渡り観音寺市街に入り、港の方へと右折志向の手前で南へと曲がる。ここからはバイパス区間であり、終点まで歩道が整備されている。計52橋梁を1825メートル。ありがとうございます。